ドーバーパトロールは第一次世界大戦におけるイギリス海軍部隊で1918年4月22日に行われたゼーブルフヘ襲撃に関わったことで著名である。ドーバーパトロールは第一次世界大戦の期間中、ドーバーとダンケルクに拠点を置くイギリス海軍の独立部隊であった。主要な任務は敵である。 ドイツ艦船が大西洋に向かう途上でイギリス海峡に侵入するのを防ぐことであり、それによりドイツ帝国海軍はスコットランドを回り込む長距離のルートを取ることを強いられ、またそのルート自体、北方パトロールによってカバーされていた。1914年7月下旬、戦争が迫り始める頃、12隻のトライバル級駆逐艦がドーバーに到着し、 すでに校内に停泊していた旧式の駆逐艦に加わった。その駆逐艦軍は編成されたばかりのドーバーパトロールの中核となり、当初は装備も貧弱で控えめな勢力だったが、第一次世界大戦の最も重要なイギリス海軍部隊の一つとなった。ドーバーパトロールには巡洋艦、モニター艦、駆逐艦、武装、トローラー及びドリフター、外輪式の総改定。 武装ヨット、内貨幣及び沿岸モーターボート、潜水艦、水蒸気、航空機及び飛行船が集められた。これらの艦船を用い、北海南方の海域及びドーバー海峡において、以下のような複数の任務を遂行した。ドーバーパトロールは、しばしば1918年2月15日の海戦のような攻撃を受け、多くの死傷者を出した。 戦争の期間中、ドーバーパトロールは、ドーバーの町にありワルターエ演ンのおである、ビビアン・エルキントンが経営する、何百人もの従業員を要する、鉄工所である、ドーバーエンジニアリングワークスにより、整備を受けた。同社は、現在も存在し、ホルムストーンロードに所在して、ギャティックという名前で創業している。1919年3月、ドーバーパトロールは、 ドーバーパトロール部隊と解明した。終戦後、ドーバーパトロールの記念碑を混流するための基金が設立された。1921年7月、記念碑はセント・マーガレット湾の近くにあるレザーコート岬にて除幕された。同様の記念碑は海峡のフランス側沿岸にあるブランネ岬及びフォートハミルトンのニューヨーク港を見下ろす場所にも立っている。 歴代指揮官は以下の通り、ドーバーパトロールというポピュラーなボードゲームがあった。エル・アタックに似ているが、回線をテーマとしたもので、ハリー・エイ・ギブソンによって1911年に考案された。ありがとうございます。